三式 13mm 固定機銃は、大日本帝国海軍が第二次世界大戦中に開発した航空機関砲である。三式 13mm 固定機銃の側面写真。ベルト球弾式である本銃は、アメリカ合衆国製のブローニング M20 機関銃をコピーして製作された。試作銃の完成は1942年12月。 正式採用は1943年9月である。弾薬は海軍が艦載用機銃として使用していた93式 13mm 機銃と同じ 13.296mm 弾を使用、この弾薬等補弾士により連結して弾体とした。弾頭重量は原型の 12.7X99mm 弾と同じく 52g である。 弾薬塔の全長は1 3 6 6ト、mm、ル、全備重量は1 1 8ムであった。薬莢形状は無機塩式である。陸軍も M20 機関銃をコピーした補百三を採用していたが、その 12.7X81 メートル MSR 弾は本銃と弾薬の互換性がない。アメリカ軍が陸海軍で機銃と弾薬を共用したのと比較するならば、 日本では陸軍と海軍が同クラスの機関銃を個別に開発、生産し、弾薬も共用できなかった。これは補給と弾薬の量産という点で大きな欠点ではあったが、海軍内ではすでに量産されている93式 13mm 機銃の弾薬を利用できるという面もあった。弾薬には普通弾、栄金弾、小夷弾2型、鉄鋼弾を使用した。 射撃の1サイクルを成す作動機構は M20 機関銃と同様で発砲すると重心と銃尾が交代する。銃尾機関部は空薬莢を薬室から抜き出して排出、新しい弾薬を補弾室から抜き出す。交代が終了すると重心及び銃尾が複バネによって前進を開始する。銃尾機関部は抜き出した弾薬を薬室へ装填、閉鎖する。 この作動方法は海軍において重心退却式と呼称された。本銃の弾道特性は有料であった。重厚所速は秒速790メートル、発射速度は800発毎分を発揮する。ただし、プロペラ同調装置を介した場合は600から700発毎分となる。高度5000メートル、飛行速度時速555.6キロメートルで、 打ち出された弾頭は以下の病児で飛翔し弾道が引力に引かれて下がっていく。この弾道の低下率は 7.756mm 弾の97式 7mm7 固定機銃よりも少ない。本銃は以下の機体に採用された。ありがとうございます。